ダニー・ウェイン・ダーウィンは、アメリカ合衆国テキサス州、ファニングンボーナム出身の元プロ野球選手、ウト右打ち。愛称は、ドクターです。弟のジェフ・ダーウィンも元メジャーリーガーであり、シカゴ・ホワイトソックス在籍時はチームメイトだった。1976年にテキサス・レンジャーズと契約して、プロ入り。1978年9月8日の、オークランドアスレチックス戦で、 メジャーデビュー。当時は、速球主体でメジャーでは1980年に13勝、8セーブの高成績を残す。また、同年から11年連続防御率3点台以下と、安定した成績を残し、ヒューストンアストロズ移籍後の1989年には、自己最多の68試合に登板して11勝を挙げた。 翌1990年途中から先発に回って11勝、さらに規定投球回数ギリギリながら、防御率2.21で最優秀防御率のタイトルを獲得した。年齢とともに変化球中心、制球を重視した投球に切り替え、ボストンレッドソックス遺跡後の1993年には自己最多の15勝を挙げた。その後、1九十四年から二年間は、 防御率を悪化させて限界かと思われたが40歳となった1996年には7度目の2桁勝利となる10勝を挙げ防御率も3点台に回復したサンフランシスコジャイアンツでプレーの1998年を最後に引退したが実動21年でポストシーズンを一度も経験できなかった引退後は2006年から2009年まで ロサンゼルスドジャース参加の2球団で投手コーチを務めた。2018年、当初は新シシナティレッズ参加の AA 級ペンサコーラ、ブルーワフーズで投手コーチを務めていたが、4月19日にレッズ監督のブライアン・プライスと投手コーチのマック・ジェンキンスがそれぞれ解任され、ダーウィンはジェンキンスの後任としてレッズの投手コーチに就任し、 シーズン終了まで務めた。ありがとうございます。